それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらのブログで簡単アフィリエイト稼ぐ力をつけるための教科書というタイトルの本になります。 でこの本はです、ねえーとまあ、私自身、このアフィリエイトで稼ぎたいというモチベーションで買ったというよりはブログもです、ね、私自身持っていませんしアフィリエイトというものについて、まあ、どういったビジネスモデルでどこでマネタイズが発生しているのかというところも含めてです、ねまあ、あのほとんど知らなかったので、まあ、ちょっと勉強してみようかなと思って買った本です。ですが、まあ、実際にはです、ね、ここに教科書という,ふうにタイトルがついていますけれども結構あの初心者向けの教科書として非常にバランスの取れた分かりやすい内容だったかなというふうふに思いますで、えーと。ここに本気で始めたい というふうに書いてありますけれども確かに初心者の方がですねこの本を読んで、えー、まあ、明日から何か行動を起こせば、えー、まあ、あの参考になる内容が多いんじゃないかなというような印象でした でまあ、簡単にポイントをご紹介するとまずその、えーとまあ、ブログとかアフィリエイトっていうのを始めるときにポイントとして、えー、と好きなことを自分の中でまず、えー、よく把握をすることこう書き出してみましょうということが書いてありますでその次にその好きなことの中から得意なことっていうのを書いてみるとで好きだけど得意じゃないことってありますよねだからそういったものは除いていって、まあ、人と比べて得意であることをまあ絞り込んでいくというのが2段階目で最後3段階目としてこの本の中でまあ特に強調されて書いてあったのが えとその中でもちゃんと稼げるかどうか、まあそのまあ、この本は稼ぐというところをフォーカスしてますので稼げるかどうかっていうのをちゃんと、えー、意識しなきゃいけませんよということがま書いてありましたこれは例えば、えー、例として挙がっていたのが、えー、とサーフィンだったかなサーフィンの例でいうと例えば自分がすごくサーフィンが好きですごく得意だったとしても、えー、とそれをっを あのスポーツとして楽しむ人の人口が少なかったりとかまた商品を購入する頻度が低かったりすると、まあ、なかなか稼ぐということにはつながりませんとで稼ぐというとちょっと響きが悪いんですけれどもその経済活動に紐づいている行動が少ない、まあ、頻度が少ないもしくは金額が小さいと必然的に稼ぐのが難しくなってきますよということがまあ書いてありましたでこの本の中では、えー、と Google キーワードプランナーというようなツールを紹介していて、まあ、それを使うとですねその おそらく、えっと、その広告主がどれぐらいその一つの広告に対してお金を出せるのかでまたそのアクティブユーザーアクティブユーザーとか見に来るユーザーがどれぐらいいるのかだったかななんかそういうものが検索できますよということが書いてあって非常に参考になりました。 はい、でそのほかにはですねまあ、その具体的なブログの作り方例えばワードプレスの作り方とかいろいろなアフィリエイトサービスがあるんでまあ、それぞれの特徴を紹介して、えー、いるというような内容になっていましたでその後半の部分に関してはですね実はまあ今時インターネットで調べれば出てくる内容も多いと思うんですけれども、まあ、個人的には特にその前半分のですね、まあ、ま,ずなまずは何をやるのかそして、えー、とまあ、どういった戦略を立てていくのかっていうところは、えー、とまあ この本でまあ勉強すると基本的なところは理解できるんじゃないかなというふうに思いました。まあ私もえこの先ですね、あのブログを始めるのかアフィリエイトを始めるのかちょっと分かりませんけれども、まあそういった機会があれば参考にしたいなというふうに思った本でした。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。